初めまして。宮崎部屋です。山口市から来ました。私がありがとうございます。これはですね、あのお寺を巡って歌を歌うことをしてまして、あのあそこにあった安楽寺さん、でもね、もう結構経ちますね。にも来たことがあって、すごく今日は呼んでもらえて嬉しいなと思ってます。じゃあ始めていきましょう。寒いですけどね、少しでも温まればいいなと思いますので聞いてください。やばい、まあ、ちょっと前にやばい、忘れてしまいたいこといくつありますか。大切な人の名前いくつ言えますか。夢はありませんか。君が見上げる夜空に星は輝いてますか。風に叩かれて揺れる僕たちは風船のようだね。笑われてはいつくばって、それでも微笑んで引き出しにしまい込んだ泣き顔はありますか。止めどなく落ちる涙のリズムでふわふわと浮かんでる。瞳を閉じて膝を抱えてればいい。時計が動き出すまで、嵐が過ぎるまで、夕焼けの空に揺れる僕たちはノーサイドのホイッスルを待ってる。夢はありませんか。君が見上げる夜空に星は輝いてますか。笑われてはいつくばって、それでも微笑んで引き出しにしまい込んだ泣き顔はありますか。大切な人の名前思い出せるといいね。ありがとうございます。多分このイベントっていうのは何回目ぐらいになるんですか。6回目。あ、すごいですね。まだ余波って感じだけど、あれですよね、さっき見てたら蛇とカエルの神様を祀る神事で、今皆さんも行かれてきたんですよね。もう体が温まって、本当ここって面白いですよね。面白いって言い方変ですか。はい、面白いってことは地形がね、地形が面白い。そうですね、面白い。こう本当カルスト大地の岩みたいなのがポンポンって見えて、
で歌ってるとこいつもとこ違う上の方にこう家がずっと続いてってさっき自転車で来られてた方とかもあそこの家が見えましたけど手で歌ってみたら紹介されてないと喋ってもいいんですか。あ、いいですよ、勝手に喋ってください。一緒にギターを弾いてます水本さとしです。この後もね、実はメインですメインじゃないですけど1時から2人で、少しライブをさせてもらってあと2時からもですね僕1人になりますけれどもまた皆さんと楽しめればなと思ってますのでまた最後までぜひお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私は喋るのはあまり得意じゃないね。ちょっとあれですよ、皆さん多分私のこと初めましての方が多いと思うんでここに今日もらってるチラシの紹介の部分にも書いてもらってますけど TYS っていうイメージソングをまるから12年くらい経つかもしれません。ずっと使ってもらってて多分耳にされたことがあると思うんでちょっと歌ってみますね。何かしら反応してたんですけど、聞いたことあるみたいな。分からなくてもちょっと聞いたことなくてもちょっと反応してたけど傷つきやすい。お願いします。はい、¡Gracias!
長を挨拶しても返事はない。気が向いた時に寂しいなんてつぶやいたりもする。喋りすぎた翌朝落ち込むことの方が多い。あいつの気持ちわかりすぎるくらいよくわかる。見てごらんよく似ているだろう。誰かさんともほらごらん吠えてばかりいる素直な君を。ありがとうございました。